サツパーキングエリア行ってるんですか。サツパーキングエリアですね。で、ここはジャンクションの途中にあるので結構混んでるんですけど、もう一つがポストプレーに取りたい人はいたし、名古屋の名やつもあるし、まあ、そうだと、なんか京都に行く方向ですね。大阪までがもう69キロで、大阪も近くなってるし、まあ、京都までもうちょっとかかるんですね。